1月7日日曜日、全国のお天気をお伝えします。北日本から西日本の日本海側ほど雨や雪が降りやすくなります。一方、日差しの届く太平洋側でもこの後にわか雨や雪の可能性があるため油断のできない天気です。北陸は雨や雪が降りやすく、雷を伴って強く降ることがあります。被災地では土砂災害にも注意が必要です。そして地震被災後初の雪の降るところが多くなります。寒さが厳しくなるため避難をしている方はできるだけ暖を取れるような対策をしてください。また新たな災害の発生や拡大にも十分な警戒が必要です。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。